どうも、カイです。準備編、ブログ詳細設定ということでですね、アフリエイト仕様にブログを設定するということでお伝えしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。それではですね、前回設定したブログをアフリエイト仕様に設定していくっていうことなんですが、まあ、その前にですね、ここでブログ全体の仕組みと名称を簡単にお話ししておきますね。まあ、こちらが、トップページ。そしてこちらが記事ページの基本的なレイアウトになっています。そしてスペースの名称としてタイトル周りのこの上の部分をヘッダー、そしてメインカラム、そして下がフッター、そしてサイドバーですね。つまりこれは基本的な2カラム右サイドバーの場合のレイアウトを基本にしてご説明していますが、これからご説明するときに、こういった用語で説明させていただきます。また、記事のページはですね、メインカラムというよりは、まあ、記事欄とかですね、記事スペース、こんな名称で、説明させていただきます。基本的な仕組みとしてはですね、ヘッダー、サイドバー、フッター、これはですね、トップページ、あるいは各ページともですね、基本的には同じ表示になります。そしてトップページはですね、各記事の画像、そして記事の一部が掲載される。まあそんな形でですね、まあ見出し的にですね、ここに記事が一覧でずらっと並ぶ。こんなレイアウトになってますね。そしてトップページを見て、記事内容を見てですね、あ、この記事は面白そうだなっていう場にクリックすると、その記事のページが現れる。まあそんな仕組みになってるわけですね。というわけで、ブログの各スペースの名称、そしてトップページと記事ページの関係、こんなところをですね、一つ押さえておいてください。それではこれを前提にブログの具体的な設定をしていきましょう。それではシーサーブログにログインしますと、こちらのページが開きます。こちらのページからブログを書く、これをクリックします。すると、ご自分のブログ一覧というページが開きますね。前回はですね、この私のブログっていうのを設置しました。今回この下にですね、私のブログ2っていうのを用意してあります。これはですね、今回設定する設定前と設定後ということで、この2つを比較しながらご覧いただきたいと思います。まずこちら、ブログ2ですが、私のブログ2ですが、これが設置したままの状態、詳細設定をしていない状態ですね。まずここのヘッダーの上の部分にですね、広告が入っています。そしてスクロールするとサイドバー、広告が入ってますね。広告が入ってますね。楽天の広告が入ってますね。という格好になります。そして、まあ、こちらトップページですね。メインカラムのところに見出しとして、各記事が表示されます。今回これ2記事だけですんでね。では早速それを、記事の中を読んでみましょう。続きを読む。サンプル記事タイトル3という記事に入りました。やはり同じようにヘッダーの上に広告が入っています。それから、右サイドバーにも広告がずらりと入ってますね。楽天の広告が入ってますね。そして、記事下にもこんな広告が入っています。そして、ここがフッター部分ですね。という格好でですね、もう記事を入れると、こんな風に広告が5箇所も入っています。ということで、お、早速アフリエイトで稼げるな、という風に思うかもしれませんが、実はこのままの設定ですと、あなたは一銭も稼げないという、そういう仕組みになっています。なぜかと言いますとですね、この今設定してある広告はすべて、無料ブログの主催者側が設定した広告ですので、そのアフリエイト収益はですね、すべて設定者側に入るということで、あなたには一銭も入らないという形になるわけですね。というわけで、これらの広告を一旦全部削除しましてね、そしてご自分のアフリエイト用の広告に貼り直す。まあ、こんな作業になるわけですね。すると、どんな形になるかというと、これが設定後のブログの姿です。ヘッダーの上にも広告がありません。サイドバーにも広告が出現しません。そして、記事に入ります。同じようにヘッダーの上に広告はありません。
サイドバーにも広告は出てきません。そして記事下にも広告はありません。という格好でですね、このように設定することでですね、アフリエイト用ブログの基本形ができるわけですね。そしてこの上に新たにご自分のアフリエイト用の広告を設置したり、あるいはアフリエイトの商品紹介をしたりですね、リンクバナーを貼ったりですね、そんなことを設定することでご自分のアフリエイト収益となるブログが完成するわけですね。というわけで今回はこの基本形の設定になるわけですね。それでは具体的に詳細設定してみますね。今回詳細設定するのは私のブログ2ですね。こちらですが、まあ、こちらのパネルからですね、入ることもできますが、ブログタイトルをクリックすると、まあ、こんな風に私のブログの操作パネルになります。でこちらのですね、設定、こちらからですね、そうするとこういった設定パネルが開きます。で、詳細設定をそれぞれできるわけですが、今回詳細設定をするのは、ブログの設定、それから記事の設定、それから広告設定、この3箇所に関してですね、設定をしていきたいと思います。まずブログ設定ですね。ブログタイトル、ブログ説明、問題ないですね。このままで結構です。天気の表示、もう必要ないですね。メールマガジンの配信、これ必要ないですね。ヘルプの表示、これは表示しないでいいですね。コメントの通知しない、と問題ないですね。トップページの表示件数ってことですけどね。これは、こちらのですね、トップページのこの表示の数ですね。これは10個。タコログも10個。カテゴリーページも10個。まあこんな風にしておきましょう。あとは関連記事表示5件。いいですね。画像詳細ページ。これ表示しないで結構ですね。共通ヘッダー。表示しない。あとは原寸大表示しない。ナゾル検索表示しない。でいいですね。これで保存をクリックしてください。はい。そうしましたら、もう一度設定。まあ、こちらから入ってもいいですし、こちらでも結構ですが、次は記事の設定ですね。クリック。記事の設定ですね。コメント。これですね。受け付けない、表示しない。これで結構ですね。URL 保管。保管しないにしておいてください。そしてここね、広告の表示。これを無効ですね。続きを読む。これは続きを読むということで結構ですね。そして、更新された時の通知するサイトということでですね。これらをそれぞれ追加しておいてください。ということですね。このピング送信に関してはですね、また別の動画で、具体的に詳細を述べていますので、とりあえず今回の設定ではこのようにしておいてください。そして保存ですね。これで記事設定がなされました。続いてもう一度設定。で、今度は広告の設定ですね。こちらをクリック。すると、まあ、5箇所ほど広告が出てましたけれどもね。まあ、それを全部広告を表示しないに切り替えてくださいね。4つ出てますけれども、4箇所ともに広告を表示しない。そして保存。設定が完了しました。ということですね。こちら、デザインをクリックします。そうすると、デザインのテンプレート一覧のページが出ます。パソコン、スマートフォン、フィーチャーフォンということでですね、3つのタブがあります。まずパソコンのテンプレートを選定しますね。今回はこのシンプル A ホワイト。一番基本的なテンプレートを使いますね。そして2カラムの右サイドバーで設定ですね。そして追加したデザインを今すぐ使用する追加。ということで、シンプル A ホワイト A カラムになってますね。そして、スマートフォンですね。
スマートフォンはベーシックでいいですね。っていうことですね。これで OK ですね。フィーチャーフォンは結構です。そして PC に戻りまして、コンテンツ。こちらをクリックします。すると、それぞれのスペースに様々なパーツを追加削除、編集できるコンテンツページが出ます。これはどうなってるかと言いますとね、まさしく、こちらがヘッダーに関するスペース。ヘッダーですね。それから右サイドバー。そしてフッター。記事下。まあメインコンテンツの記事下っていうところですね。このスペースに対していろいろな設定ができるわけです。で、設定するブログパーツはこちらにあります。これらをそれぞれに設定することができるわけですね。どんな風にするのか。例えばですね、右サイドバーにですね、非常に多くの広告やいろんなものが入ってましたね。それはこういう設定になっているからなんですね。ここで不要なものを消していきます。それぞれのパーツのこのバツマークを押すと削除される。まあ、こんな感じになるわけですね。カレンダーもいりませんね。ボックス広告不要。バナー広告不要。最近の記事は必要ですね。ラベルリスト不要。最近のコメントも不要。カテゴリーは入れておきましょう。加工ログも、まあ、不要ですね。商品紹介不要ですね。RSS を入れておきます。というわけで、右サイドバーには、最近の記事、カテゴリー、RSS。まあ、この3つが入ってればいいですね。で、あとはですね、まあ、カスタマイズなんですが、そうですね、最近の記事等ですね、例えば、フッタのところにも入れておきたい。乗ったら、こんな風に移動させて、話すと、ここに入りました。すると、フッタのところに、この最近の記事が掲載される。まあ、こういう形でですね、一つずつこういう風にブログパーツを各スペースに設定することで全体的なレイアウトを変更することができる。まあ、こんな風になるわけですね。ただし、アフィリエイト用ブログはですね、基本的にはシンプルな設計にしておいた方が非常にいい制約率が高かったりしますので、まずは基本形。ヘッダーには、まあ、何も入れる必要はありません。ここではね。それから記事下にも今の段階は必要ありません。そして、右サイドバーには、最近の記事、カテゴリー、RSS。この3つが入っていれば結構です。あと、フッターにも必要ありませんね。こういった設定にして保存。設定を変更しました。これが出たら OK です。そしたらスマートフォンですね。スマートフォンのコンテンツ。でここは、ヘッダーと記事下とフッターということでですね。この一番最下部にですね、いろんなものが入ってますが、基本的にはこれらが不要ですね。そして、最近の記事等があれば、まあですね、カテゴリーくらいは入れときますか。この辺はですね、選択したテンプレートによっても変わってきますので、実際に表示させたものを見ながら、ブログパーツの変化を入れていくと結構だと思います。そして保存ですね。設定を変更しました。ということで、設定変更したブログを見てみましょう。はい。こんな風に、ヘッダーの上にあった広告が消えました。サイドバーの広告も消えましたですね。そして、記事を読む。ヘッダーの広告もありません。サイドバーの広告もありません。そして、記事下の広告もありませんね。ということで、基本形が設定できました。これで基本的なブログの設定が完了したわけですね。それではまとめてみます。アフィリエイト用ブログの基本的な設定ということでですね。まずは、テンプレートはシンプルなテンプレート。そして、2カラム右サイドバーを選定しましょうということですね。この詳細な理由はですね、また別の動画で詳しく述べさせていただきますが、初心者、初級者はこのテンプレートのスタイルを選択した方が非常に効率がいいということを、まあ、ご理解しておいてください。そして二つ目、必ず基本的な設定をする。今やりましたが、ブログの設定、記事の設定、そして広告の設定、そしてデザインの設定、パソコン、スマホ、部分ですね。これらの設定を済ませておきましょう。それでは今回はアフィリエイト用ブログの基本的な設定ということに関して詳細お話しさせていただきました。今回も最後までのご視聴どうもありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。